皆さんこんにちは、プランドシーのシェフ浅井です。今回もレシピ公開の中で反響の多かったエビのチリソース炒めを一緒に作っていきたいと思います。レシピにはないポイントも一緒にお伝えしていきます。それでは早速作っていきましょう。まず最初にエビの下処理から始めていきます。まずこちら殻をむいたエビ、お塩、重曹、片栗粉、料理酒、卵白、油ですね。こちらを混ぜていきます。こちらのボウルの中に入れていきますけれども、ここで一つポイントですね。こちらのエビを背中の方を少し切り込みを入れていきます。このような形です、ね、これをすることでエビの食感も良くなりますし、見た目もエビがプリッと揚がる形もですね、しっかりと形に出てくるので、ここがポイントになってきます。ではこちらに材料を入れていきます。お塩、重曹ですね、片栗粉、料理酒、卵白、油まで入れちゃいます。でこちらしっかりと手で混ぜていきます。こちらのように少し白濁してくるまでしっかり混ぜてください。次にエビチリソースを作っていきます。まずこちら甘酒です。ケチャップ、豆板醤、砂糖、お塩、生姜のみじん切り、にんにくのみじん切り、油ですね。ではフライパンを弱火で温めながら、油とニンニク、生姜、こちらの香りを出していきます。はい、豆板醤も入れていきます。この豆板醤も少し一緒に炒めることで香りもしっかりと立ってきますので、ここでぜひ一緒に炒めてあげてください。で、いい香りがしてきたら、こんな形ですね、油も赤く染まってきます。ここにケチャップ、砂糖ですね、入れていきます。一緒にお砂糖です。ここで火を中火に、全体をなじませる形で混ぜます。最後にこちら甘酒も入れてしまいます。
ここで味をなじませるためにも5分ほど煮立てていきます。5分ほど煮立てたソースです。こちらで出来上がりになります。ここから仕上げに入っていきます。まず下処理したエビを電子レンジで2分から3分加熱していきます。エビの大きさによって時間はちょっと調節していただくような形になると思います。この加熱をしている間に外パンの中にエビチリソース、鶏ガラスープですね。こちら中火にかけていきます。電子レンジに入れたエビですね。しっかりと赤みが出るまでしっかりと加熱してあげてください。こちらソースの中に入れていきます。少し火を弱火にしていただいて、水溶き片栗粉ですね、入れていきます。またここで中火に戻していただいて、とろみをつけていきます。この後卵が入るので少しとろみは緩めにつけていただくとちょうど良い濃度になると思います。これぐらいです。最後にこちら卵ですね、溶き卵入れます。ここでひと混ぜしていただいたら火は止めていただいて大丈夫です。あとゆっくり全体に回るように余熱の温度で卵には火が入っていきます。こちらで完成です。それでは盛り付けていきます。では最後の仕上げにレモングラスをかけます。こちらで完成になります。皆様いかがだったでしょうか。ぜひお家では少し辛さを調節したり、またケチャップや卵の量を変えてみると違う味にアレンジができますので、ぜひトライしてみてください。それではありがとうございました。